地獄の辞典に描かれた、プルソンの差し絵、ゴエティアに記された、プルソンのシジルプルソンは、悪魔学における悪魔の一人、ピュルサン、キュルソンとも呼ばれる。ゴエティアによると、一部は、力天使、一部は、座天使からなる22の軍団を指揮する序列20番の、王。大王儀書によれば、フルーレティの支配下にあるという、ミュンヘン高齢術手引書においても、 キュルソンという名前で紹介されている。ライオンの顔をした男の姿で現れる。出現の際には手に毒蛇を持ち、クマに乗っている。常にトランペットを鳴り響かせているとも言われる。隠されたもののありかを知り、財宝を発見する力を持つ。また、過去、現在、未来に関して語り、地上の寄された物事や進学、あるいは創生に関する質問に真摯に答える。 良い使い魔も与えてくれる。サダマナアーキアデーモヌムハット、地獄の実典でも、ピュルさんという項目名で紹介されている。ザブックオブセラモーニルマジック、P188、フォービドゥンライズ、P165 よび、ピアニッシモ、291から292。ありがとうございます。